はい、お疲れ様です。かぐやです。今回もワンショットプレイしていきまーす。というわけで、前回ですね、ここの新しいところに来て、エレベーター前でめちゃめちゃ騒いでるお兄さんを見つけたので、今回は話しかけていきたいと思います。ハロー。頼むよ。こんなことやってる場合じゃないんだ。そんな驚く？しっかり前に立ったけど、君は確か、あ、君かが。しまった。まさか出くわすとは。お前なんか怪しいことしようとしてる。これは恥ずかしい。違かった。手伝おうか。お願い。地表への行き方を知りたいんだ。そうだよな。そういうんじゃねえかと思ってたよ。今のところこのエレベーターが地表へ行ける唯一の方法さ。でも、まあ見てみればわかるよ。何？ただのエレベーターに見えるよ。それはまあその通りだけど。ボタンパネルを見てごらん。ボタンパネル。はあ、ボタンがない。だろ？それが問題なんだ。普段ならここに大きなボタンがあるはずなんだがな。グラウンドって書かれた。あれだ。そういう名前なのは地上まで連れて行ってくれるからだな。そらそうやな。でも今はそれがむしり取られているのか？よくわからない。探し回ったけど無駄だった。爆発したのかも。新しいのを作らないとダメかな。え？どうやって？きっとなんとかなるよ。なんとかなる？ということは、あれがある。あ、こっちダメ。そのグラウンドって書かれたボタンを探すか、なんか代わりになるものを用意して、あそこにはめてあげればいいんだね。というわけで、ちょっと探索してみましょう。誰？お、いや、こんばんは。どうして誰もいないの？普通はカフェって人がいっぱいいるよ。まあね、でも今日はすごく暇でさ、地上と行き来するエレベーターが壊れてるから。そうらしいね。最近街のインフラの被害が拡大してるのさ。連絡通路や階段があちこちで壊れ出してて、もう頼りになる移動手段はあのエレベーターしかない。まあそれすらも今となっては。空の缶コーヒーだ。やったー。コーヒーも飲める？じゃあ、今はそもそもその前ロボットが喋ってた、下に行く方法、ここのなんか階段みたいなずっと降りていけばいいよみたいな言ってたけど、それは使えないっていうことかな。それが使えなくて、今唯一あるのはこのエレベーターだけ。だけどそのエレベーターのボタンもどっかに行っちゃってると。あ、ここ寝れる。歩き疲れたな。お昼寝してもいいよ。さてと、多分ゲームが落ちます。今回はですね、タスクマネージャーすら出てこない。きた。はい、応答なしでございます。よいしょ。たまに、あれなのかな？ちゃんと落ちるけど。あ、ニコのお母さん？パンケーキー。かわいい。かわいいな、ニコいっぱいお食べ。ああ、かわいい。かわいいね、ニコ。かぐや、また夢を見た。ママがいたよ。見えた？はい。パンケーキ作ってくれた。多分ミーの誕生日だった。お誕生日おめでとう。知らんけど。だって誕生日にはみんな一番好きな食べ物がもらえるでしょ。しかもたくさん。神様にも誕生日があるの？はい。本当？じゃあ一番好きな食べ物は何？もしかしてパンケーキ？あ、そもそもパンケーキは好き？はい。ミーも。去年の誕生日なんて10個も食べちゃった。いっぱい食べるね。お腹がいっぱいになりすぎて、その日は他に何も食べられなかった。かわいい。ママが作るパンケーキは最高だよ。すごく美味しい麺料理を作るご近所さんもいるんだ。へえ。あ、それにパンをたくさん作るご近所さんも。神様にはご近所さんいる？いっぱいいる。関わりはないけど。おう、その人たちは食べ物を分けてくれる？まあ、ニコには夢を見させてあげたいから、はいにしましょう。ミーのところと一緒だ。ご近所さんとママで交代しながら毎日村にいる。え？
毎日村にいる人全員の食べ物を作ってるんだ。へえ。他のみんなで交代して雑用とか小さな子のお世話もしてるよ。村一体で生活してるんやな。みーももうお世話をしてもらわなくても大丈夫だけどね。大人になったからみんな役に立てる子供やん。みんなに会いたいな。早く会いに行こうぜ。最後に会ったのいつだろう。心配してるかな。あ、役に立てるといえばもうそろそろ行かなくちゃ。そうだな、行こうぜ。早く太陽を戻して村に帰ろう。俺が2個をちゃんと村に返してあげるから。さてと、こっちは何があるかな。何これ、ペンギン。大きなペンギンのぬいぐるみだ。こんばんは、ペンギンさん。 Hello。 びっくりした。びっくりした。ルンバだ。乗るべきだ。え、やるんだ。あー、かわいい、かわいい、かわいいよこれ、かわいい。これでいこうぜ。これから早い。楽しかったね。終わっちゃった。実績のロック、夜明けとともに。ルンバ猫ができた。金属缶、アルミ製コーヒーグラウンドと書かれている。え、これ持ってさ、あそこにぶっ込んだらダメかな。なんか、あ、光ってる。冷蔵庫に磁石がついてる。役に立つかも。買って持って行っても誰も気にしないよね。磁石、カラフルな磁石の詰め合わせ。磁石がアルミにくっつかない。そらそう。こっち、あれ、俺こっち行った？あ、行ってない、こっち。なんかやばいやついる。話しかける？こんばんは。まあ今となっては時間なんてほとんど意味がないけれど、太陽が消えた今、夜は終わりを告げようとしない。じゃあどうしてわかるの？時間のこと。私にしかできない方法。鏡見てんのかな。さあ、ここには何がある？あ、コンピューター。話す。じゃあ今回コンピューター話すだけ話して終わろうかな。もうじきこれが必要になる。このフィルムを虚空にさらしたまえ。虚空に入るわ。またフィルムを戻せば答えが明らかになる。コンピューターから変な透明のシートが出てきた。変なフィルム、数字でいっぱいの透明なシート。おお、え、何？え、これも背景関係ないよね。虚空。お、え、なんか動かしたら虚空ってこういうことなんだ。63014、ちょっとメモるね。63014メモりました。 OK です。じゃあどうしようか。どうする？上上がってみる。多分ドアが金庫みたいなものだと思う。真ん中に小さな画面があるよ。あるけど何もできないと。なんだろう、どうすればいいんだろう。うわ、なんか変な音した。トゥルンって。あ、普通に音楽か。びっくりした。え、わあ、実は大きな街に来るのは初めてなんだ。すっごい明かり、すっごい人の数。この世界にいる人のほとんどがここに住んでるのかな。すげえ。こっち側が修行のあれなのかな。ミーの村とは全然違うね。あの村はとても小さくて大きな平原に囲まれてるんだ。この前ミーの夢の中でちらっと見えたでしょ。村で一番高い建物でもたったの2階建てだよ。こっちと比べたらだいぶ小さいな。長いね、ここ。何？かぐやはどうなの？どんなところに住んでるの？町。町？こんな感じの？わあ、町に住むなんて想像できないな。きっと楽しいんだろうね。あと、ちょっと怖そう。でも景色はいいよね。そうだね、景色はいいね。あ、降りれる。降りてみよう。あれ？帰ってきた？もしかしてあそこでループしてる？あー、ループしてるっぽいね。
じゃあ別にここはいいとして、コンピューターも電源がつかなくなってるからやることがない。でここさっきの時計のお姉さん、こっちは盗難防止のためボルト締めしている。自由に使ってくれて構わない。テープ台だ、テーブルに固定されてる。ホッチキスだ、テーブルに固定されてる。誰だ、あ、ここあれか、発電機か。私は電力室の整備士です。問題が発生しましたか？うん、実は地表に行くエレベーターが壊れているみたい。ボタンが一つなくなってて、それで点検してくれないかな。この部屋から出るようにプログラムされていません。そっか、じゃあ気にしないで。そうか、ダメなのか。コンピューターかなんかかな。うーん、なんもできない。磁石とさ、金属管持ってホッチキス、テープ台、ダメか。まあとりあえずは変なフィルムのコードが分かったので一旦終わろうかと思います。ちょっと長くなっちゃったし、ね、次回はどうにかしてエレベーターのボタンを戻して地表の方に行きたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。